クイント・デイビス、クイント・デイビス1947年11月5日、ニューオーリンズ生まれは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動する、フェスティバルプロデューサー、ディレクターである。特にジョージ・ウェインが設立した、ニューオーリンズ・ジャズヘリテッジ・フェスティバルのプロデューサーとして知られている。デイビスは、ジャズフェスの初回開催時の1970年より、その企画運営に関わっている。 彼は、ジャズフェスの企画運営を担当する企業、フェスティバル・プロダクションズ、ニューオーリンズ社の CEO を務めている。デイビスは、1947年、3人兄弟の、長男として、ニューオーリンズに生まれた。本名、アーサー・クウェンティン・デイビス・ジュニア。彼の父親は建築家で、彼の会社は、ルイジアナ・スーパードーム、ニューオーリンズ・アリーナといった。 著名な建造物を手掛けている。デイビスは、中霊園大学に進学し、演劇と音楽民族学を専攻した。在学中、デイビスは、ジャズフェスの共同作業者を探していたウェインと出会い、大学を退学し、フェスティバルプロデューサーの道を歩み始める。第1回のジャズフェスは、ルイアームストロング公園のコンゴスクエアで開催された。デイビスは、 また、プロフェッサー・ロング・ヘアのマネージャーや、デューク・ウェリントン、マッコイ・タイナー、BB ・キングといったアーティストたちのツアーマネージャーも担当するようになった。1989年には、彼のプロデュースした、プロフェッサー・ロング・ヘアのアルバムハウス・パルティー・ーニュー・オーリンズ・スタイルが、グラミーのベスト・トラディショナル、ブルース・レコーディング部門賞を受賞している。デイビスは、1993年、 ビル・クリントンが、米国大統領に就任した、際の就任イベントの一つであるアメリカズリ・ユニオン、オン・ザ・モールのプロデューサーも務めている。今日もディビスは、ジャズフェスの企画運営において、主導的な役割を果たしている。また、彼は、同フェスティバルの広報担当的な役割も担っており、メディアにも登場し、フェスティバルでは、MC も務めている。ジャズフェス以外に、 デービスは同じくニューオーリンズで開催される音楽祭エッセンスミュージックフェスティバルのプロデュースも担当している。ありがとうございます。